今回は埋め込み型コンセントと露出型コンセントを使い、専用回路のコンセント作りとコンセントの増設方法を説明していきます。まずはこちらの2口用の埋め込み型コンセントの専用回路を作り、そこからアース付きコンセントを増設。次に露出型コンセントの専用回路を作り、こちらもアース付きを増設します。最後にこちらの差し込み型コネクタを使用し、配線用遮断機からの配線を天井裏などで分岐させてコンセントを増設する方法を説明していきます。このチャンネルでは各ご家庭の悩み事や DIY、 電気工事初心者に向けて配信しています。いいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは専用回路コンセントの増設方法をやっていきます。使用する配線用遮断機は 2P1E の20ワンを使用します。 2P1E を使用する場合は必ず N 側に白線を接続してください。間違えると火災の原因にもなります。それではまず専用回路を作ります。 VVF1.6mm の2芯ケーブルを使用します。ブレーカー側と器具側の外装を 100mm、内装を 12mm 剥ぎ取り、それぞれの器具へ結線します。専用回路とはその器具専用の回路という意味なので、ブレーカー1つにつきコンセントも1つです。消費電力が高い家電製品などによく使われます。コンセントはダブル表記側に白線を差し込みます。配線用遮断機も N 表記側に白線を差し込み、固定で専用コンセント完成です。電源 100V に 20A の遮断器を使用しますので 2000W まで使用可能です。続いてアース付きコンセントを増設します。コンセント裏の差し込みから分岐し増設します。ケーブルを必要な長さで切断し、先ほどと同様に外装 100mm、内装 12mm 剥ぎ取り、それぞれ結線していきます。白線は必ずダブル表記側に接続します。増設側に電圧の確認が取れて増設完成です。コンセントからのアース設置が必要な場合はアースマークの差し込みにアースを差し、設置作業を行ってください。続いて露出型コンセントの専用回路を作り、こちらも増設していきます。コンセント側面にケーブル差し込み口があり、
こちらのコンセントにも必ずダブル表記側に白線で結線します。電圧引火後、コンセント側に電圧が確認できましたら専用コンセント完成です。続いてアース付きコンセントを増設します。印なしが電源、 W が白、アースマークがアース線。ご結線に気をつけながら結線します。先ほどの専用コンセント、反対側の差し込み口から回路を分岐させます。必要であればアース設置作業を行い、電圧引火後、増設側コンセントに電圧が確認できましたら完成です。取り外す際はボタンを押しながら引くだけなので非常に楽に外せます。では最後に天井などから回路を分岐し、コンセントなどを増設する方法を説明します。分岐する配線を途中で切断し、外装と内装を剥ぎ取ります。この時電源は必ず落とし作業してください。電線の差し込みには差し込みコネクタを使用します。コンセント、電線相互の接続の場合、黒は黒、白は白で接続します。電圧を引火後、コンセント側で電圧確認できれば完成です。今回の動画は以上となります。いいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。